社名には新自体の日立国総社宮の表記も用いられるほか、別称として、総社神社とも称される。石岡の産砂神であり、地域住民からは、明神様とも呼ばれている。古代、国司は、各国内のすべての神社を一宮から順に、巡拝していた。これを効率化するため、各国の国府近くに、国内の神を合祀した総社を設け、まとめて、祭祀を行うようになった。当社はそのうちの日立国の総社にあたる。当社は、石岡の中心市街地を抱く丘陵の沿辺に、鎮座し、西から南にかけて、濃い、瀬川の低地を望み、社地は、旧日立国衙に隣接する。氏子は1994年時点で、約2500戸で、各町ごとに、氏子会が組織されている。毎年9月に再興される例祭、日立国総社宮例大祭は、石岡のお祭りとも称され、関東三大祭りの一つに数えられる。現在の祭神は次の6柱。寛政3年の総社神宮祭礼評議では、祭神は大名鞭の命であり、7体の木像にて、うち6体は開式形であるとしている。社伝によれば、奈良時代の天平年間の創建とされる。ただし、石岡市市下間では、総社の制度が確立したのが、平安時代末期であることから疑問を呈している。当初の社名は国府の宮であったが、延喜年間に天神地義の6柱の神が祀られるようになって、六所の宮となり、さらに総社に名を改めた。また、創建当初は、現在の日立国分尼寺跡付近にあったとされるが、天行年間に大城氏が日立府中に築城した際に、鎮守のために、現社地に移したという。神主は、代々清原氏が世襲していた。少なくとも、治承3年5月に、造営注文案が出され、旧域の整備がなされたものと推定されている。造営には、吉田神社や筑波山神社などの日立国内諸社や、里が、鎌倉時代末期まで決まっていたが、14世紀初頭になると、代々その任を担ってきた地頭らが造営を拒否し、神社側は鎌倉幕府に提訴、幕府は造営負担を命じるとともに、地頭らに造営の先例の有無を記載した受文の提出を要請した。この時の受文が総社宮文書として6通ほど残されているが、いずれも造営の先例はないとしている。これは社寺保護政策を強めていた幕府に対する関東。御家人の反発の潮流の一つに位置づけられる。また総社に対する権威の否定、国衙機能の変質、解体として見ることも可能である。さらに、鎌倉時代末期には、大城氏の一族が、社地の田畑について、地業権を行使していた。中世には、国司代による法幣の祭祀が3月3日と7月16日に行われていた。また、少なくとも戦国時代まで、日立国内の神事を執行、主導する立場にあり、仏事に対しても関与できるほどの権力を有していた。そして、7名の総社宮僧と呼ばれる、仏教像も神社に奉仕していた。永享12年5月には、太田道灌が欧州へ向かうにあたって、武運を祈るため参拝し、戦に勝って戻った折に、軍配断線一役と、短冊2行を寄進し、以下のような短歌を詠んだ。道灌の子孫である、太田助宗は、先祖、道灌の寄進した軍配に感激し、軍配を収める金の梨地の箱を作り、その蓋に由緒を書いて、寛文8年4月に、神社へ奉納した。江戸時代には、本殿に加え、幣殿、拝殿、神宮寺を有し、末社として、高房明神と稲荷明神を管轄していた。寛永4年、日立府中藩主の皆川高志陽が、現在の社殿を再建する。この年に、江戸幕府によって、社領を25石と定められた。その後、松平信貞が、天和3年に拝殿を、修築、1886年6月に、氏子らで、拝殿神門の修築と本殿を、銅の瓦葺きに変更した。明治維新後、近代社格制度では初めは豪奢に列したが、1900年9月に県社に昇格した。これを記念して、石岡町民は寄付を集めて神社の基金を作り、三条耳に社殿捧ぐ額の社号の筆を依頼した。1978年、総社神社周辺域に新町名、総社が設定され、1丁目と2丁目が置かれ、神社は総社2丁目となった。この時、地名としての総社の読みは、総社とすることが会議で決定された。2005年4月14日、本殿が石岡市指定有形文化財となった。境内の広さは 2513.26 坪。本殿は流れ造り胴吹292平方メートルで、石岡市指定有形文化財に指定されている。また拝殿脇には、日本穂高腰掛石があるほか、帝街の土俵では、日立国総社宮大祭に合わせて相撲大会が執り行われる。江戸時代の総社宮大祭は、現在の祭りとは異なり、相撲大会のみが神事として挙行されていた。所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。